藤枝総合運動公園サッカー場は静岡県藤枝市の藤枝総合運動公園内にあるサッカー専用のスタジアムである。施設は藤枝市が所有し藤枝市サッカー協会グループが指定管理者として運営管理を行っている。2002年5月に完成。2002FIFA ワールドカップのセネガル代表のキャンプ地として使用された。 2003年9月開催の第58回国民体育大会のサッカー競技の主会場としても使用された。2012年6月、藤枝ミベックは J リーグ基準を満たすためのスタジアム改修の要望書及び55,116人分の署名を藤枝氏に提出した。現状当たりスタジアムは1万3,000人収容となっているが固定座席が J3 基準の5100席のみで J リーグではバックスタンドとゴール裏芝生席については観客席としてはみなしておらずバックゴール裏スタンドの固定席か客席を屋根で覆うこと大型ビジョンの設置などがまだ充足されていない加えて照明灯の最大照度が1000ルックスであり J2 リーグ以上に昇格するに必要な照度1500ルックスには満たしていない また2022年6月までに J3 リーグのスタジアムにおいても1500ルクス以上を充足しなければ J リーグクラブライセンス制度に基づくホームスタジアムとして認められず JFL 以下への強制降格となる可能性がある。これらについては2019年に申請が受け付けられた2020年のライセンス以後既存施設の J リーグライセンス基準充足工事を3年 以内で完成させる条件付きによる上位ライセンス発給のための猶予特例処置が設けられているが、照明等についてはこの猶予特例処置の対象とはなっていない。これを受けて、藤枝市は2019年6月の市議会定例会で、照明を LED 化し、1500クルクス以上のライセンス基準を充足できるようにするために9月の補正予算で1億円を、 かけて組む方針を固めた2020年6月、藤枝ミベックは、同サッカー場の改修工事を行う前提で、J2 ライセンス申請を行った。藤枝氏は、J2 昇格に必要とされる座席1万人分を確保するためのバックスタンドゴール裏スタンドの改築などの調査費用を2020年度市予算に計上しており、上記による 上位ライセンス発給のための特例適用を申請しており、同年9月の審査発表で、それの適用が認められて、J2 ライセンス交付が決定した。ありがとうございます。